今ってあの映画で「ルローニケンシン」のファイナルやってますよねすごい話題になってる本当にあんな人きりで強い人みたいな人っていたんですか あの、幕末にはね、あの結構有名な人斬りっていうのがね、まあ4人いるんですけれども、うん、結構人斬りのその話が好きなので、じゃあ、便乗紹介ということで、はい、今回は、え、ルローニケンシンのような強い人斬りは幕末にいたのかというテーマでお話ししたいと思います。<laughs> <laughs> まあ、あの、流浪に謙信ね、あの、人斬り抜刀祭。 言えばね、まあ、言わずと知れたルロニケンシの主人公ですよね幕末の頃に最強の人斬りって言って恐れられてでも明治の世になってからは「日村謙信」と名前を変えてであの「酒場刀」っていうあの刀の刃がこっちが普通刃があるのにそっちには歯がついてないつまり切っても人が死なないっていうね、まあ、そういうのを持って殺さずの剣っていうのを貫く人物、うん、つまりあの殺すためではなく。 こう人を生かすために戦うっていう主人公なわけですよね。かつて自分が殺した。そういうね。食材のために生きるみたいなね。浪人剣心の主人公日、村抜刀斎、うん、日村謙信なわけなんですよね。日村謙信にはまあ、モデルがいます。幕末のまあ、人斬りと言われて恐れられた。人間っていうのはまあ、何人もいてま中でも有名なのが4人いるんですけれども、その中でバ抜刀斎のモデルになったのは川上源斎という人物だと言われています。 謙信のね、まあ、あの日村謙信は長州系の獅子、うん っていうことになってるんですけれども、川上原さっていうのは肥後細川藩士です。まあ、今の熊本県ですね。後に長州藩ともすごく関係が深くなるので、まあ、それでそのあたりなんかこうね。肥後細川藩っていうのも、もうもろ川上原さってなっちゃうから、微妙に長州藩士で。しかも上位派だから、まあそういう感じでね。あのモデルにしたのかな？っていうふうに思うんですけれども、まあだいたいね。あの幕末に人斬りと呼ばれて活躍した。人物は身分の低い人が。 多いんですよねでこの川上玄斎っていうのもまあ肥後藩の下級藩士小森定助っていう人の次男として生まれるんですね。で後に川上家に養子に行ってるんですけれどもこの川上家っていうのもまあ下級武士なんです。えー、は16歳の時に茶坊主として 藩主のそば近くにに使えるることになるんですよね茶坊主っていうのは割とね礼儀作法とかがしっかりしてないとなれない職種なので現在もこう和歌とかそれからのお花の華道とかねそういう,こう文化的な知識とか礼儀作法とかがすごくしっかりしていた人だったんですよね。うん で、まあ、それであの花畑屋敷、お花畑って言われる。まあ、あの藩主の屋敷があるんですけれども、そこのね、なんか掃除坊主って言って、まあ、お掃除係とかなんかから初めて。え、仕事し始めたらしいんですよね。茶坊主っていう職種が、そういうちょっとね、文化的な職種であるのに加えて。川上原さ本人も、見た目も随分優雅な人だったらしいんですよね。身長百五十センチぐらいの小柄で、まあ、華奢で、で、色も白くて、女の人に間違。 言われるなんてこともあったそうなんですよね。なんかここもあの日村健進とそっくり同じ。ね日村健心もなんか女の子みたいってね言われてますけども、よく似ているっていうね、なんかモデルっぽいなって感じはしますね。まあ、どっちかっていうと文化的で優男な感じの川上健哉がどうして 人気になったのか魏後細川藩っていうのは、まあ、横井昌男って言って幕末のビッグネームの解明派の藩士っていうのがいたんですけれども川上源斎はそれとは真逆の尊王攘夷派の宮部定蔵っていうやっぱり同じく細川藩にいるんですけれどもこの人に兵法を学ぶんですね。でまあこの宮部定蔵がかなり過激な上位派だったので、まあ、その影響を受けて尊王攘夷思想に染まっていくっていうのが一つとあとね 清川八郎っていう人物がねいろんな藩を、まあ、遊先して歩いてたんですけれどもその人なんかともすごく交流するようになってどん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 そういうふうにそのうちの位思想に染まると、まあのんきに茶坊主なんかやってられないってことで神を伸ばしましても茶坊主やめるっていうので藩の、ね、選抜新兵っていうのに選ばれて長州を視察する軍師っていうのになってるんですよね。ここれはまあどういうういととかっていうと当時 上位っていうと、まあ、長州っていうことなのでその長州のどういう状況なのかっていうのを、まあ、見に行く軍師っていう,、ねえー、いうので選ばれてでその時にちょうど宮部定蔵まあかつてのお師匠様なんですけれども同格の幹部としてて、まあ、抜擢されるっていうようよなことになってますこれがね文久3年1863年ぐらいなんですけれども文久3年って実は京都で818クーデターっていうものが起こる、うん 長州藩それまで上位の長州藩が、まあ、京都ですごく勢力握ってたのが薩摩とか会津藩から京都を追われるっていうねそういう事件政変が起きた年なんですよね。川上元斎もこの長州に追われた三条実富過激上位派の苦行なんですけれどもこの人たちの護衛役警護役なんかを長州の方で務めたりしてたんですよね。は、うん、はこのの時京京都都でででなくて長州ににいたんですけれども翌年の元年元月5日に京都で池田 いわゆる818クーデターでこう上位派が京都を追われてしまった上位派たちがこの勢力がなくなってしまったっていうのをもう一度その権力を取り戻そうっていう過激上位派たちが京都に火を放って で一橋慶喜とか松平肩盛を殺して御明天皇にご同座願おうそういうとんでもない計画だったんですけれどもこれを事前に察知したのが新選組首謀者たちが潜伏していた池田屋っていうのを新選組が、まあ、襲って位石士たちを斬り殺しで新選組の名が天下に轟いたっていう、まあ、幕末ではかなり大きな事件なんですよねこのの池田屋に宮部貞蔵もいて首謀者の1人だったんですよね。 組に殺されちゃってるんですよ<ら>かつての師匠さんそして今の同僚である宮部貞三が殺されたっていうので長州でそれを聞いた川上源斎は敵討ちのために京都に向着い,いてすぐの7月11日に佐久間庄山という人物をね 切り殺すすんですね佐久間庄山っていうのは勝海舟の妹の旦那さんでもあるんですけれども割と解明派で法術なんかのねあの勉強の塾なんかを開いたりもしてる人なんですけれどもたまたまねこの様式の,あの蔵馬の蔵ね様式の蔵に使って馬に乗ってたんで、うん、あんななんか西洋の被かぶり上がってってなんか玄斎思って切っちゃったっていうふうに言われてるんですよね。たただしし後にはこのの人がいわゆるその法術なんかを勉強してたのは 外国と戦うためだったっていうのを聞いてしまったって思ってちょっと後悔してそれ以降俺は人斬りをやめるって言ってこう人斬りをね立つきっかけになったともまあ言われてるんですけれどもただねあの人斬り人斬りと言って恐れられていた割には実際に川上元才が切ったっていうのが分かってる人物はこの佐久間庄山だけなんですよね。ただものすすごく人は切ってるんですよというのはなぜかというとまあこういうエピソードがあるんですけれどもまあ,ある時ね上位派の仲間とお酒を飲んでて。 上位派なんでね、あのバクりはけしからんとかっていうねあいつは韓国派だとかそういう文句を、ね、言い合っていってそうすると現在がねふらっと席を立っていなくなっちゃったんですねであなんかかわいかなどこ行ったのかなとかって思ってるとまたこうふらっと帰ってきましてですねどさっとさっきまで言ってたけしからんって言ってたそのばクりの首をボン で、その首席において、顔色一つ変えずに、また酒を飲み続けたっていうエピソードがあったりするんですよ。もういかに素早く人を切り、そして人斬りを何とも思っていなかったかっていうのがわかる。結構怖い。エピソードなんですけれども。うんうん うん、<は>他にもあの勝海舟とね会ってるんですけれども勝海舟って割とこう人を切るっていうね暴力的なテロ的な手段っていうのを嫌っていたので川上玄西と会った時にそんなことで人を切るなんてことで世の中は変わらないよっていう風なことを玄西に言うわけなんですよね。そうするとが活動のあなたも ナスやキュウリを作ってちょうどいい頃合いになったらもぎ取るでしょそしてたくあんとか作るでしょ自分が切った連中はナスとかキュウリと一緒ですよ言って聞かせたって無駄ですちぎってしまうのが一番なんですで答えたらしいんですよ人を切るのをナスやキュウリをもぎ取るのと同じだとかって平気で言えるっていうどれだけ人切りをね何とも思ってなかったのか当たり前のことだと考えてたのかがまわかるエピソードだと思うんですけれどもこれには勝っちゃうもん、ね、俺はあいつが怖くて 怖くて仕方なかった。うん いうぐらい、ワードカッチャーが怖がるっていうぐらい、やっぱ怖い人斬りだったっていうのは事実なんです。ただ、やっぱ凄腕なので、誰を殺したっていうのが実は分かってないっていうことん <laughs> そんな川上玄西、まあ、佐久間象山を切った後も京都に潜伏しておりまして、11日に佐久間象山を切った1週間ほど後の7月19日、長州藩、今日追われた長州藩が勢力奪還を目指して兵を率いて京に登ってきまして、御所に攻撃を仕掛ける。はまぐり御門の変とか、金門の 変っててて呼ばれれるる事件が起ここんですけれどものの戦いいに長長州州藩士長州派の味方としし川上も参加しているただしこの金門の変は長州が敗北してしまうので現在も長州藩士と一緒に長州へ逃げ帰るっていう形になるんですけれどもその後ね幕府が朝敵となった長州に兵を送るっていう、まあ、第二次長州征伐っていうのが起こるんですけれどもこの時も長州藩とね長州藩士と一緒に戦って幕府軍を追い返すっていうね、まあ、そういう活躍をしてる人なんですけれどもその 力量を見込まれて他の高杉晋作が作った騎兵隊長州の騎兵隊有名ですよね総帥にまでなってるんですね慶応3年1867年に長州はまあそうやって上位班っていうので頑張ってるとでもまあちょっと孤立無縁であるなので次藩の細川藩を説得して上位班として長州に味方して一緒に倒幕をするっていうねそういう考えを抱きまして自分の藩に戻って説得に変えるんですけれどもこの時ね細川藩っていうのは砂漠派なんで幕府に味方してる藩なんですよね。なので何を言うて いいるととうことで投獄されれれててししまいまままいいすすに入らこの慶応3年に牢が入れられた後に慶応3年から慶応4年の正月あたりぐらいの間に大政奉還が起こって幕府は亡くなりそして正月鳥羽伏見の戦いで、まあ、幕府軍というのは官軍薩長の軍ですよねに負けてしまいそして将軍の慶喜は江戸に逃げ帰りというような出来事が立て続けに起こるわけなんですよね。砂漠派だっった細川藩はこれちょっとまず 幕府がなくなっちゃっておまけにどうも戦いにも負けたらしいってねこのまま幕府に応援してたらなんか自分の藩まずいんじゃねって思っちゃったわけですよ。で慌てて川上玄斎とかそのほか上位派の人たちをね牢に入れてたのをまあ釈放しまして川上玄斎は長州藩とのつながりがすごく強い人なのでなんとかね取りなしてもらおう早い話が利用しようっていうんでまあ釈放するんですよ。でどうか 長州藩と渡りつけてくれないかっていうふうに言われるんだけれども、現在はまあこれをきっぱり断ります。だってね、自分が上位藩として上位しようって言って説得したときにはね、牢に掘り込んどいて。で、何を今更って感じですよね。なので、それは断るんですけれども、脱藩するとかいうことはなく、そのまま藩に居続けまして、このあと明治になって、現在は藩主のお供をして江戸に出るんですね。 でこの時名名前を、ね、川上祭から甲田兵といいう,うに改しています龍郎二謙心の抜刀祭も「人斬り時代は人斬り抜刀祭日村抜刀祭って言われてたのが名前を捨てて、うん、人斬り時代の名前を捨てて日村健心として新しく人を助けるために生きるっていうね、まあ、そういう解明してるんですけれどもただあの川上謙斎の場合は江戸に行くにあたって、まあ、いろんな人殺してるんで恨みも買ってる危ないだろうということで解明っていうことで理由は違う 中にはね一番有名な佐久間象山の息子に命を狙われてたからだっていうね、まあ、そういうような説もあるぐらいなので、まあ、それで解明するんですけれどもところがですよ明治になって明治政府はどんどん西洋化を推し進めているわけですよでも明治政府って薩長がが作作っっったたた上位とかか、ね、言ってた人が作った政府じゃなないですかなのになぜ西洋化東上からしたらずっと上位思想それもね結構なんか排他的な外国の そういう考えを生涯持ち続けた人なんですけれども明治政府が八長たちが偏設したとしか見えないわけですよ。 幕府倒すまでは一緒に上位上位って言ってたのになんか新政府作ったらなんか幕府以上に西洋化しちゃってどういうことっていうわけですよね。<laughs> かつての仲間だった上位派の仲間だったこう木戸公園桂小五郎ですよね幕末の頃のあと三条実富自分が守ってた三条実富明治政府のも養殖についてる偉いさんになっている人たちに会いに行ってですね上位の志はどうしたんだかつての思いを捨てたのか併設したのかとかって言って激しくなじるわけなんですよ。でも木戸公院とかにね木戸高い とかにしたら実はね下関戦争で外国と戦って負けた時から上位は無理だなって思ってたんですよ。 カツ小五郎時代から。でも、倒幕の、まあ、口実、上位上位って倒幕だって言ってたらみんなが集まってきて、倒幕のための、まあ、口実として上位上位って言ってただけなんですよ。だから今更そんなこと言われてもって感じだし、うん、三条三十三にしてもね、まあ自分がね、新政府の養殖についたら上位なんかどうでもよくなっちゃってね。だからまあまあ、うざいって感じだったんですけど、まあ、うざいぐらいだってよかったんですけど、相手は何しろ人切り減災ですよ。平口減災とまで言われて、まあ、平口っていうのはまむしっていう意味なんですけど、 ね、マムシの元帥とか言われて恐れられた人切りですよ。ダモンだから、まあ三条実富なんかはさ、剣術できない奥義さんだったんで、なんか元帥が生きてるうちは枕を高くして寝られない怖いとか言って、<laughs> もうなんかすんごい怖がってたらしいんですよね。そのせいかどうか、まあ、多分そのせいなんでしょうね。江戸には置いとけないっていうことで、鶴ヶ崎っていう細川藩の飛び地、今の大分市がのあたりに今鎖縄されるんですよね。そこで元帥は優秀館っていうのを作って、まあ、そこで人を 集めて兵法とかそれか航海術なんかを教え始めるんですよねこの当時明治政府になってすぐっていうのは川上玄斎みたいな不満志士も多かったんですよね上位上位って言ってて爆蓋をしたわけですよなのに明治政府になったらえ何開国して西洋どんどん入れちゃって何なの西洋文明にかぶれてどうしちゃったのっていうなんでだよ俺たち上位のために戦ったんじゃなかったのかよみたいなまあ、人たちも多かったので優秀感にもすごく生徒がいっぱい集まって数百人集まって玄斎 のまあいろんな、ね、学問だとかそういう思想なんかをまあ聞いていたわけなんで、うん、まあそれ聞くとやっぱりちょっと東京のね明治政府にしろ細川藩のね人たちにしろちょっと危ないんじゃないこのまま放っといたら いうような、まあ、気持ちになるわけですよね当然ですけどね、うん、でここも解雇されてしまいますちょうどこのねまあ優秀館にいる時にかつて騎兵隊で長州藩で同志だった長州藩士の大楽玄太郎っていうのが逃げてくるんですよこれをかくまうんですよね逃げてきてこう頼られたんでそのかくまった罪っていうのに問われて明治政府にらえられてしまうんですけれどもこれどういうことかっていうと実はね明治2年に反石奉還っていうのが行われるんですけれどもその時この長州藩で 人員を整理しなななきゃいけないいけっっていうことにたたんんでで騎兵隊の半分以上が解雇されたんです,リス,トラですよ、ね、リストラはしょうがないにしても身分が高くて実際にあんまり戦ってないような連中が解雇されずにそのままで実際身分は低いけどもう前線で一生懸命戦ってこう功績上げた人間が職を失う解雇されちゃうっていうねそういう事態になったわけなんですよ。 だって騎兵隊ってもともとは農民だとかそういう身分が低い人間がお前たちが戦えば身分関係ない武士のねその世になって自分たちも偉くなれるんだぞって言われて戦ったのにじゃあ明治政府になったら解雇もう本当になんかこう見捨てられてなんかね戦うだけ戦って捨てられたのかみたいに怒って当然ちゃ当然。うん それで失職したその元騎兵隊士たちがその明治3年にまあ脱藩してでそれで反乱するっていう騒ぎがあったんですよね。川上源裁の元を頼っていた大楽源太郎っていうのはこう山口でね自分の塾で兵法とか学問を教えてたんですけども学問塾に騎兵隊の,その脱敗して戦って反乱を起こした門人たちが山ほどいたんですよね。なので あ、じゃああいつが死亡者だっていうことにされて狙われたっていうことなのでまあ、逃げて山口から大分にいた川上玄斎を頼ったわけなんですよね大学源太郎は玄斎の優秀館にはまあ数百人の学生それもね私族の人たちがいるわけなのでこの学生を使って一緒に放棄して明治政府を倒そうっていう風に誘うんですよところが玄斎はこれを断ります、うん、まあだからこの辺なんかはねこう新政府に利用されて野金 出かけた、まあ、ルローニケンに出てくるシシオなんかのやり取りのモデルになったのかなと思わなくもないんですよねかつて高い上位の志があったのにそれを捨てて 併説して自分たちをね。捨て駒のように殺そうとしている。明治政府を転覆しようっていうね。まあ、そういう話ですからね。まあ、だからまあ明治政府に捨て駒にされた。まあ騎兵隊とかね。そういうにし,し、王とかのような人間が反乱を企てて、それを止めるっていう。まあ、モチーフは同じなんですけれども。うん、ただあのルローニ健診の方は獅子王の誘いを断った後、獅子を倒すために戦うっていうね。明治政府側に立つんですけれども。史実の川上原裁は大落。源太郎を。 罪とかまあ、その他諸々の他罪を問われて明治政府に捕まって小伝馬町の牢に投獄されて明治4年に斬首首を切られてしまうんですよね。<laughs> 本当はね処刑するほどの罪ではなかったとも言われてるんですけれども <laughs> 木戸光院木戸孝義かつての桂小五郎同士だった人が処刑しろって命じたと言われています。 すごい強い人でも不運な人生をずっと送ってたんですね。そうなんですよ。だからあの、日村謙信、流浪二謙信の日村謙信も、明治政府の要人たちがかつての幕末に何をやったのか、しかもその闇の部分っていうのをまあ知って。 っているわけですよね。今の養殖についている人が現在のその国民に知られたらまずいことを知りすぎているっていうので、なのでもうルローニケンシでもこう斬首されそうになるっていうシーンもあったんですけれども、本家の方の川上源氏も口封じのためなのかなこう首を切られてしまうっていうね感じなんですよね。だからあのルローニケンシの作者がまあどういう思いでね日村ケンを生み出したのかっていうのは私はわかりませんけれども、川上源氏のこの最後を知ったらやっぱり。 気の毒って思うよ、ね、だからなんとかこのここで残暑じゃなくて生かす方法を考えたい。 っていうので、人斬りを捨てて、人のために生きるっていう主人公を生み出したのかなっていう風に思うんですよね。ちなみに、あの謙信の刀って酒場刀って言ってね、やっぱり人斬るところがね、全然刃になくて、こう、自分に向かってる方がこう歯になってるね。うん、酒場刀っていうもんなんですけれども、川上源斎の刀は胴狸っていう刀だったって言われてるんですよね。胴狸って、あの肥後の有名な刀稿が打った刀なんですけれども、うん、ただ、なんか私なんかはね、割とね、小連れ狼の狼一刀のイメージが強くて。うん お神一頭がさ、一番最初に、まあなんかあの奥さん殺されて、息子の大五郎と一緒に死ぬか、それとも復讐のね、修羅の旅に出るかっていう時に、マリと胴たぬきをブサッとこう畳の上でこう刺して、大五郎。 選べって言って、で、なんか大五郎がキラキラ光るからって言うんで、こう、道狸の方に行ったら、その、小神一頭が、我ら親子、これにって修羅の道を選,選んだぞとかっていうね、とんでもないシーンがあるんですけども、道狸っていうのは、そのシーンがすごくすぐ思い浮かぶんですけども、それはさておき、日村謙信は酒場刀を使って、飛天三剣流っていうね、まあそういう憲法を使ってるんですけども、川上現在の憲法っていうのは、まあ我流だったというふうにも言われてるんですけれども、小柄でしょ だから普通にこういう風に切ったら力負けするんですよね。なので、こう、画流で編み出した、下からすり上げるみたいに、こう、相手を切る逆蹴散切りっていうのをなんかこう、得意としていたっていう風に言われてるんですね、うん。しかも、切る瞬間までは刀抜かない。瞬時の抜刀でグッと体を低くして、バサッと切るっていう、その抜刀術、居合の速さとこの逆蹴散切りっていうので、ものすごい目にも留まらない。特にほら、普通下から刀来るっていうのは、 とししてても想像してななないいいんででさに防ぎきれないじゃないですか刀抜くって言ってこう抜いてこう上から来るのは塞ぐけど下から来るのはなかなか防ぎにくいわけですよ。なのでその暗殺の効率が高かったでおまけに相手のふをつけたっていうね、まあ、そういう風な憲法を編み出したとも言われてる人なんですけれどもただこのねポーズがまさに人斬り抜刀祭謙信のポーズそのものなんですよ。抜抜刀刀っていう名前ねが川上のののこの抜刀術こ術 の抜刀術っていうのから取られたんだということでまあその「人切り抜刀祭」のこうモデルになってるっていうふうにまあよく言われるわけなんですよね。うんうん、ということで今日は「流浪に謙信」剣「人切り抜刀祭」のモデルになった川上源斎をご紹介させていただきました。ありがとうございます んかあれはあのなんていうかな謙信がやっぱりさ戦ううちに人切りの血がムクムクと湧いてきてあの人斬りそうになったりするわけよ何度もね人を斬らないっていうその誓いを守るなんていうかなストッパーになるのが彼女。彼女を守るために戦ってるのに強い相手と戦ううちにこうやっぱり人切りの血がどんどん目覚めそうになるのを<ー>彼女が「謙信殺さないで!」っていうことでハッと我に返って殺さないみたいな。 おおまあ何ていうか犬屋さんのお座りみたいなもんです。<laughs> <laughs> 犬屋さんの鏡のお座りっていうのと一緒ですよ、ね。<笑><笑>チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ツイッターもやってますのでフォロー、よろしくお願いします。